はい、久保です。今日は、数理最適化モデリング言語のアンプルを、クラウド上で動かす方法を教わったので、紹介したいと思います。で、ここでは、これ Google コラボの環境なんですけど、同じようにすれば、ストリームリットとかのクラウドでも、簡単に動かすことができます。まずはインストールする必要があるので、こんなおまじないを唱えます。ちょっと説明すると、このピックリマークピップってやるとシェルコマンドなので、Google コラボだとシェル上にはいけないので、これでシェルで打ってるのと同じことをすると。で、ピップインストールで、やるんですけど、このアンプルベースとかアンプルハイスとかアンプルグロービーっていうのはアンプル社で準備されている、モジュールなんですけど、これ公開したくないのでピップに置きたくないそうなので、ここに置いてあるというのをインストールしましょう。で、このアンプルベースというのが基本になるものです。で、アンプルハイスっていうのは、アンプルと、オープンソースのソルバーのハイスっていうのをくっつけるやつ。で、こっちは商用のグロービーとくっつけるやつ。で、両方とも、この Google コラボ上で動かすことができます。ただし、グロービーの方は、デモライセンスなので変数500までとかね、なんか制限があるみたい。で、こっちはピップに入っているアンプルパイっていうのがある。で、これを作っている、フィリップ君から教わったので、今説明してるんですけど、これが、普通にピップでインストールすることができます。で、インストールが終わると、今度はライセンスの登録をする必要があります。この辺は今直し中なので、もう少し楽になるかもしれませんけど、今は、OS と、添付ファイルっていうのと、リクエストにあるこの URL リトライブ。っていうのを持ってきて、こんな関数を作っております。これ何かっていうと、アンプル CE 用に提供されている UUID という、そのユーザーの個人の、唯一のユニークな ID っていうのが、アンプルのページで、ちゃんとログインして登録するともらえます。そいつを使って、まずバラしという文字列をバラして、で、それに、URL とその添付ファイルのを作って、この URL リトライブで、このアンプルのポータルに行って、ライセンスファイルをもらってきて保存するってことをします。で、保存すると、多分ファイルのどっかに入る。この UUID っていうのは見せちゃいけないものらしいので、ここでファイルで読んで、ファイルから読んで、この関数に渡して、で、ライセンスファイル、このリックファイルっていうのを、この環境に保存してもらいます。で、これでやっと動くようになります。例として、変数の数が1000ぐらい、ちょっと大きめのナプサク問題での解いてみましょう。で、使い方は、別のところで説明したと思うんだけど、アンプルパイからこのアンプルっていうクラスを持ってくる。で、次に、アンプルベースとアンプルハイスっていうのと、アンプルグロービーの、モジュールを持ってくる。で、アンプルのクラスのインスタンスを作って、一番簡単なのは、このエバルってメソッドを使って、でここにそのアンプルの普通のコマンドですね、を書けばいい。で、ここでは i というのが1から1000までの集合で、変数、バリアブル x っていうのは、この i というのを数字として持つ、バイナリー変数、0、1変数。で、パラムっていうのが、これが目的関数の係数で、バリューを表していて、V っていうのがその名前で、で、集合の添え字がついているので、それぞれのこの、I の集合の要素ごとに、これ I in I、いらないと思うんだけど、普通に VI とやればいい。そこに、ランダムな値を入れておく。で、同じように W っていうのも、これはウェイトですね。ナプサックのに入れるものの重量を表すものっていうのを入れておく。ここから、目的関数ですね。マクシマイズのプロフィットと名前をつけて、それは何かっていうと、サメーションの i in i の vi かける xi。この価値かける、ナップサックに入れるかどうかの0位変数をかけたもの。で、サブジェクト2と、これ制約ですね。なくてもいいんだけど、で、キャパシティという名前をつけて、サメーションの wixi が1000以下と。で、こんな問題を作ります。で、ソルバーのオプションを、このアンプルのオプションで設定します。ここをグロービーとやるとグロービーが動く。だけど、この場合、1000変数なので、多分エラーで止まると。ハイジスっていうのは、オープンソースのソルバーなので、1000でも大丈夫と。で、このぐらいの問題だと、一瞬で終わるというわけです。
で、まあ、Google コラボでアンプルができたりすると、まあ、演習とかでもね、大学の授業でも使えたりして、便利だと思うので、まあ、ここで紹介したわけです。まあ、できれば、そのストリームリットでね、どうやって動かすかなんていうのも、そのうち説明したいと思います。ではまた。